ここにあるね。それでここに来るときもこれとこの紙を2枚持ってここに来てください。ちょっとゆっくり言葉分かりますか？分かりません。分かりませんってほら分からない人は後でしっくり教えてあげるから、うん、何回でもここに来たら教えますの、うん、ここでこの糸から下に乗り付けないと、ここから上だけ取って糸へ糊をつけないようにね。これ糊なんですよね。裏表やります。これはご自分でやってもらうとね。でこれは私どもでやりますから、この糊をつけて紙だけはね。これ貼ります。糸がかぶらないように偏らないように真ん中に貼ってください。これが上がらないように。そしたらこういうヘラがありますから、皆さんこれで持って手でやると手切りますからね。手でやらないと。ヘラで骨分けを均等って分かりますかね。同じように分けてください。ちょっとダメ、こっちはいいよ。ここにつけて。どうした？ここにつけちゃったから。なんでそんなものにしてるの？皆さん見えてるからさ、特殊なことやったら分かんなくなっちゃう。これで大体揃ってますから、大体この辺重ならないように。大体ね、同じようにこう分けてください。それで分けたところで、もう一枚にここに乗り付けてね、これ乗せます。これがコツなんですよね。一番大事なところね。出ていい、ね、よく叩き、こすると紙が動いちゃいますからね。こういう型紙がありますから、丸型っていう型紙ですよね。それでこういうのも置いてありますから、こういう型になるんですよね。それこれをハサミが置いてありますから、これ切るんですけど、ここのところがねちょっとね、はい、2ミリぐらい余してくださいね、はい、ここの糸を切っちまいますとこれが広がっちゃって使い物にならないからね、はい、2ミリぐらいのところね。これで切ってきます。ゆっくりと、
皆さんなる大丈夫です。ただここのところを気をつけてくださいね。このくらい余してください。このくらいね。でこの筋が出てもこれで隠れちゃいますから。ここまでこっちでつけますから、皆さんあとここをね少しずつ少しずつつけてください。それで片方は今度はやっぱりご自分でこっちから上へと、で真ん中で合わせて重ねます。こういうふうにね、これが大変なんです。大変、頑張ってください。4年生からやりますから。ここに膝挟んでやるとやるんです。皆さん大学生でしょ。大丈夫。小学校6年生からやってるから。6年生なら4年生から。4年生からやってんだからね。はい、それで肩がついたらもう1本ね。下からやっぱり上へと。糊がつけてありますからね、全部糊がつけてあります。一つあるんです。これをね、こう山になってるやつを、糊がついてますから、山になってるのを半分に割って、ここへつけます。ちょっと丈夫になるんですよね、これ。ここつけると。やっぱり糊がつけてありますからね。これで終わり。それで袋があそこにありますから、袋を入れてそれをお持ち帰りね。あのね、これ日本のね伝統工芸品になってる。千葉県じゃ一つしかない。日本全国でね210ぐらいのね、いろんなのがありますよ。210、千葉県じゃこれ一つしかない。日本の伝統工芸品になってます。お二人さんずつね、糊をここでつけます。紙を2枚ここに持って。